はい、こんばんは、うどんです。今日も対抗リステン 5DX サンデー雪村編続けていきましょうか。これはどういう状況かっていうと、上田城の戦いです。上田城の戦いの、防衛戦からスタート。これはある程度戦うと終わるんで、簡易戦と簡易でいいんだよな。大丈夫だよな。ああ、起きた、びっくりした。お前、この城の攻略に時間をかけてる場合ではない。あのような屈辱を受けた上に。さあ、というわけで、秀忠が去っていったところスタートで、いやー、もうね、徳川方の兵力をこれだけ削り取った以上、石田殿の勝ちは決まったと言えましょう。もう、その通りっすよ。しかもこうやって信号を遅らせてるし。あの軍勢で大門峠で何十するばかり、決戦に間に合わないことが確実。これはもっと面白いことができそう。我らが先に、なんと途方もない。いやー、大混乱間違いなし。真田にふさわしい戦法、実に魅力的。いや、そんなことしなくても大丈夫っすよ。全然大丈夫っす。もう、そんなことしなくても、こんだけ遅らせたらね、もう三つ成がね、余裕で勝ちますよ。さ。もう、石田三成と徳川家康が対戦を行った。もうね、あんな戦力半減した家康軍にね、あえなく敗れ、早い。我らの苦労が水の輪じゃ。水田に味方した大名に処罰を下しとる。関原の戦いに勝ったと外康は、西軍の諸大名を取り潰し、総領土を自らと東軍諸将に分け与えちゃう。秀忠の軍勢を釘付けにし、決戦に帰参された真田昌幸に対して家康の怒りは激しい。いや、それはさ、敵ながらあっぱれってところじゃないの。まあ領土欲しいだろうしね。徳川に味方した真田信之と、その妻小松殿の父である本多忠勝の必死の懇願により死罪を免れる。結局真田家は信之が当主になり、昌幸と雪村は紀州に流罪。わしと雪村は奇襲に流されることになった。おいたわしゅう。本来であればわしの手で家康をこそ島流しにでもしてくれるつもりだった。この世に相なった。まあ三段残るわけですね。ではさらばじゃ。三成、慣れし。伊須田三成、慣れしでございます。毛利は山口へ。浮田は滅亡。小西滅亡、大谷も滅亡、立花滅亡、暗黒地、長須壁。あ、見た目がこれになるんだ。浪人だからか。あー、浪人の姿になるのか。身分の軽い姿になりましたね。この町に住むにあたり、いくつかご注意が。まず、雪村さんは流人の身。この町より外には出られませぬ。町内を歩くのは構いませんが、坂場と座は人の出入りがある家、近づくことはご遠慮。あれも、鍛冶屋でくれぐれも町の外に出る仕事をお引き受けになりませんよ。いかなる事情がありましょうとも。ああ、以上のことをお守りいただけるならば、我々もうるさいことは申しません。はい、わかった。なるほど。まず座にはいけない。そうだ、座に入ったらいかんの。見た目は重武装になりましたけど、能力は変わらず、酒場もいけない。で、米屋にはいけるけど、米屋に行ってもしょうがない。じゃあもう鍛冶屋で鉄砲の仕事もするしかないか。ちょっとまず先にちょっと自宅に帰ろう。もう秋もがっかりじゃろう。はーい。少し腹が減った。うまい。
もうこれ毎日ポワマンして生きていくしかないっすよ。ちょっとすいません、セーブしとくね。毎日ポワマン、ポワマン、あ、そんな、お金が20回になってる。おいおい。全部貴重品に変えといたらよかったねって感じですかね、これは。もうこれ酒場で博打でもするしかないと思ったけど、酒場にも入れない。馬屋はいける、うん、そうそう、ちょっと次は民家行きましょう。おー、仲間になった獣勇士たち。交易物も残る。天下分け目の戦も終わった今、もはや天下は静まると思うか。いやいや、このまま終わるとは思いませんぞ。必ず近いうちにまた天下が乱れる時が来る。獣医師のうち仲間になった連中、仲間にしたい人間があと1、2、3、4、まだ4人しか入ってないんだね。君も獣医師に入るかい？でも水軍の人間か。じゃあ、ちなみに出ようとすると許されない。じゃあ鍛冶屋行きましょう。何人か。はーい。もう。ああ、しまった。欲張った。にゃおかしくなってた。よし、よしよし、結果を、結果や、結果。ああ、このデータ散乱中覚えてなかったのか。よかった、あ、じゃあよかったよかった、やっといてよかった。危ない危ない。お、各地自社の混流なき体育。あ、お金がなくなったお金がない。あれ、ちょっと待って、なんで。あ、家臣、いや家臣分、これなんでお金だ。あ、そうか、修行したからか、今。修行したからか。じゃあ、下働き、もう下働きするしかねえ。下働き。ちなみにこれどれくらいだっけ ?10 日手伝って。もう修行もできない。これは兄ちゃんのね、これは兄ちゃんのちょっと仕送り必要ですよ。いた。お、すまねえよ。ははははは。兄ちゃん上だよ上。お、不思議な少年。スタ。のんきなこと言ってる場合じゃない。何かなくなってないか。何、財布が、財布が。一巻が、今稼いだばかりの一巻が、なんてやつだ。この野郎、今雪村にとって一巻がどれだけ大事か。これに、あんな軽々と、あんな軽々と。あ、返してくれた。一体どうやって。きっとあのおっちゃん、財布取る、あ、おっ、あ、これこいつに取られたんだけど、おっちゃんに取られたのね。おいらサスケ、みんなから猿飛びサスケ、猿のように身軽ということか。木登りも飛び渡りもみんな猿に教えてもらった。ほうほう、
恐るべき身のこなすし、これは逸材かもしれん。父上と茶をして父上と茶をして父上と茶をして、ちょっと自宅で、お、カノエル氏でも限られてしまう、いかがしたものか。ここで兄上ですよ、兄上に無心ですよ。ほほ、父上のところに真田紐か。まあ暇だけはいくらでもある。刀の手入れ、刀の掴みは見慣れの帯が、木綿を平たく折ったもの、わしが考えて作らせた。なかなかに具合が良い。組一本と違うと伸び縮みもせん、いろいろに使えるぞ。煮物を作ったのでおすそ分け。束に巻いてある紐、まあお父様が着物を帯を留めるにも良さそう。色や模様を工夫する、これを売ると良い考えかもしれない。西賀の町で売り出された帯状の紐、たちまち世間の評判。ほう、いわゆる真田紐、切り箱の縛り紐などに使用されている。でお金はでお金は入んないの。お金入んねえのか。しょうがないにゃ、体力回復で。そろそろまだサスケの続き、まだサスケの続きは発生してないのね。あ、技能指示がある。あー、いやまあでも言うて正行から教えてもらうものが、あ正行から軍学なんか持ってるんでしょう。池村が持ってないものを、ちょっとやっとこう。うん、あいよ、多いな。あー、釣りのぶせ、なるほどね、なるほどね。まあ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 、うん、覚えるなら、覚えられるものがあるなら覚えといた方がいいでしょう。まあシーツだと正行もね、そろそろあれなんで、あれ11、うん、青2、青3、ん、あー、こっか、うん、からの、あ、黄色1からの緑1か。よしよしよし、よしいいぞ、一気にいった、いける、一気に流れが来たよ、これ流れ来てるよ。お、からの赤三、あー、青四、うん、よし、これで、よし、うん、あとは大丈夫、あとは大丈夫、いける、もう、こうよ、これはもう、フィニッシュコースでしょ。あれ？違う、あれ？あらららら、変な形になってた。釣りのぶせね、野戦でね、結構いいですもんね。恩師を知ることも何もない。
軍学はもうない、建築、鉱山、弁舌、鉱山、建築、鉱山、建築、うん、弁舌はさ、まだあれを諦めてないんですよね。あれ、獅子奮陣、獅子奮陣を諦めてないから、もしかするんじゃない？あれ？あ、やべ！あ、こうだ！危ない危ない、びっくりした。こうね。あ、違う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 。あれ？あ、こうこうこう。危ない危ない危ない。いけた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 。力攻め。あー、いいじゃない。いいじゃない。イノシシ建築行きましょう。北条のね、あの宇治前回ほら見たじゃん、あいつあいつ、あれこ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 れ、北条宇治誰だっけ、宇治なんとか、よし、補助宇治のりか、あれよし、新鮮も覚えた、うん、兄ちゃん、おいらにいろいろ教えてくれって言ったから教えてもらいに来た。何を、馬に乗ってみたいな、うん、いいでしょ、手本見せる。あー、ちょっと これさ、仮にコントローラーでもね、いける気せんのだけど、これこ逆だったよ、これ仮にコントローラーだとしても、はい、参考になったか、はいはい、すいません、よし行きましょう、あっちょっとこれ、ま、端っこ突っ立てる方がマシなんじゃないかっていう気がすんな、当たり判定広、あーん お、いや、もういっす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 、いや、当たり判定でかい、あと右左押さないといけない、これはね、きついよ、これはきついで、建築2になった。で、弁舌3にはしないから、あ、そうか、もう貴重、あれ、薬が貴重品、薬が超貴重品なんだった。ね、当たり判定広いよね。最近妻と話す機会が増えたんだ。他にやることがないから。よし、おい、はい、ほっ、へや、そい、いけてるよ、
配信で初のコンプを目指したい。いけてるもうちょっといけるか。あともう次ずらすと、よし完璧。配信初のコンプでございます。じゃあ今日軍楽ができないから、まあじゃあいいや。あと弁舌は一応残しとく。任しちょれ任しちょれ、鉄砲なら任しちょれね。あの今のパッドだと本当楽なんですけどね。そういえばさ、昔の PC 版ってどうだったんだろう。ごめん、日本語変だった。馬の方、鉱山がね、確かに全然違うミニゲームだったよね。あの阿弥陀くじみたいなやつ。でも言うてこれ結構運ゲーだと思うんだけどな。あ、いや明らかに僕悪い。あ、馬操作性が多分違う。あれ、じゃあ昔の馬もあんな難しかったっけ。お、いいよ。いや、ああ、今のところね。OKOKOK。 旧 PC 簡単だった。それってあれか、いや、あれか、確かね、DX なんて横幅が広くなったとか、そういう話だっけ、これ。画面の。DX の画面が横幅が広くなったから、馬が難しくなった説が、前見たような気がする。サスケがおらんな。あとスピードも違う。おー、引っ越そうぜ。お金がない。今やることないから寝るわ。もう寝て過ごそう。嫁とポバワンして過ごすよ。あ、なに、サムヒモの利益。ほほサムヒモの利益が出た。引っ越そうぜ。よし、引っ越しだ。いや絶対ダメだろ。というか、なんか変な不具合起きないような、これ大丈夫かな。セーブしとこう。いやダメ、まあちょっと待ってね。引っ越した。三段に帰るぞ。えっ、やばい、ちょっとこれはできるかなと思ってやってみたんだけど、これ良くない気がする。これやべえ、できてしまうの良くないよね、これ。絶対これ多分なんか悪いことになったぞ、これ。
下手するとなんかししイベント進行できなくなる不具合とか。これでいこう。いやもうもうちょっと現時点では戻せないんで、ちょっととりあえずミニゲーム終えよう。とりあえずミニゲーム終えるよ。いやーちょっとどうせの足軽に止められるだろうと思ってセリフ見たくてやってみたんですけど、まさかできちゃうとはな。よし、バッチリ。ああ、完璧でも1なんだね。自宅に帰れない。自宅に帰れない。ああ、よかった。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 いやー、よかった。一応想定内だったみたいですね。よかった。じゃあ、鍛冶屋でまた修行しよう、鉄砲の。いやー、よかった、想定内で。よしよし。うん、まあまあまあ、これで4になったかな。雨天車駅。もう一発いける。もう一回行こう。ね、斜めに打つ必要ないよね、別に。いや、いや、そんなことないのか。なんだっけ、このタイミング、この角度だったら4枚射抜けるっていうタイミングがあったりするんじゃないかな。でもまあ、その、まあさすがにそこまで頑張る必要はないかなっていう気もするんですけど。よしよし。うん。あれ。こりゃ。まあまあいいや。個人のか。もうないのか。あれ？ああ、お金がねえや。もうないわ。技能じゃなくてお金がねえや。今までいろいろ教えてくれてありがとう。おいらもじきに山を降りよう。ほう。うん。お兄ちゃんがまた使いしたら、わかった。部下にしてやろう。何？父様が今朝方川屋に立った時にお倒れになった。正しい見てまいる。
わしはこの通りじゃ。家康より先に死ぬわけにはいかぬ。まもなく面白きことも、再び天下に戦が起これば必ずや家康に人を生きとねばと求めてくれる。生き村では策はならぬ、忘れなければならぬ。家康を一度ならず打ち破ったわしなればこそ味方もその策を受け入れるということじゃ。おお。ちなみにこれすげえネタバレで聞くんですけど、正幸でやった場合ってここら辺で何かその正幸が大阪に入るみたいなイベントあったりします？それでもそのまま死んじゃう？心して聞け、一人の男として生を受けた以上、いかなる困難にも絶望してはならぬ。常に最善の策、事前の策を考え、自らを信じることができる者こそが道を切り開く者。わしの言いたいことはそれだけじゃ。グフー。賢明の看病を虚しく、紀州にて真田昌幸は帰らぬ人となった。父親のお言葉をしっかり胸に留め、昌幸をプレイできるようになりました。おー、皆さんもやっぱり雪村でしかやったことないか。ちょっと気にはなるな。今度調べとこう。ね、父上で大阪入場とかそういうイベントあるのかなみたいな。父上は死んだけどお腹は減る。うまい。まあもう とりあえず休養しようか。家事修行もできないし、三田紐収入を、あれ、あ、三田紐収入は別に毎月じゃないんだ。大変だ。おお、これ1万円あるんだ。金、国家安君、豊臣家と釈明の使者を送った、君臣崩落。まあ、なんだっけ、本能寺の辺もね、10年前倒しでしたけどね。大阪もね、10年前倒しになりそうですね。ちょっと三田紐の収入入るまで待つわ。三田紐の収入入んない。近々戦は始まるかもしれませんな。というと、おう、片桐勝元が出奔。あ、金庫の中。あ、なるほど、金庫の中か。豊臣家の狼藉者に闇討ちされた。片桐殿は徳川家に転がり込んだ。いやー、大阪城内のなんかもう跳ね返りが片桐を出たわけですね。なんかこういうあるあるですよね。あるあるだよな。いやー、なんか大阪のことを考えてこそ、なんかそのまあうまく接触しようとしたところを軟弱者と思われるわけですね。あ、はいはい、いっぱいあんの。よっしゃ。あー、石川と片桐は不憫だなと思う。まあでもだからといって出なかったからどうにかなったかって言われたら別にそんなことは全然ないんですけど。よしよし。
おりゃ上出来、うん、おー狙撃でもこれダメージがないからちょっと使いにくいんですよね。ダメージプラスだったらね、たまに狙ってみるのにはいいんですけど。あれまだ覚えられる、まだある、まだあるんだったらやっとくか。うん、おお鶴瓶、残り2発、東大随一、鉄砲乱射、あ弓乱射と同じようにあちこちに撃つ、なるほど。もっと上がある、まだ上がある、まだ上があるなら、いやこれ外出るとなんかイベント済みそうな気がして、ちょっともう一回どうせ多分あのこのイベント絶対イベント強制的に進むはずなんで、時間切れないでしょ、時間切れないはずなんで、ほりゃほりゃこれね、雪村がね火事鍛えてる間ね、歴史は止まってますからね。これちなみに萎えることを言うと、あの多分全弾外しても技を教えてくれるよね、適当に打ちまくっても。ああ残り1枚か、鶴瓶4連続、あ教えてくれないんだ、へえ、あ失敗の時はダメ、そうかそうか、なんかすごいひどい時でも結構もらえるから、でもさすがに失敗にはなってなかったか、僕も家に帰ること、あ薬切れてたか、うん、あ話が進まない、まあいいや、体力回復グー、実はずっと歩き通し、喉は渇きまして、ほほう、ただのそうではない、大阪あたり、やはりお気づきでしたか、大阪からの書状、ようやく来るものが来た、いよいよここ出るとき来た、足軽どうすんだ、足軽、先ほど殿と僧侶の姿を見た人物を見かけまして、何かあると思い、ここ出て大阪城に入る、これあのもしかして重勇士以外のやつもあの一緒に浪人になってくれた、僕的にあのなんだっけ、重勇士以外はあの真田家に置いてかれるのかなと思って声かけなかったんですけど、もしあの一緒に自分の直身直属の部下であればついてきてくれるんだったら、あの奥さんとか下妻に声かけといてもよかったですね。兄ちゃん、約束通り、おいらも兄ちゃんついてく。うん、そう、ライレーンとか、あの、奥さんとかだったら、なんか拾ってもよかったなっていう感じがしますね。新重勇士として。
猿飛佐助、誠心誠意雪村様に尽くす所存。町中の人も伊田が遠巻きに見守る中、堂々と押し進み、海の梶原な、確かに海の梶原必要だったかもしれない。開門、開門だ。あわわあわわ、うん、前田健一、前田健一、これなら音に聞く真田中曽根、いかにも頼もしき様子。徳川方が大阪城に向かって軍を動かした。すぐに城まで。徳川方迫る。籠城が打って出るか。歴戦の将たちの多くは野戦を主張する。陽殿の意向もあって、しっかり守っちゃう。それがしに一つ提案が。三方天然の妖怪に囲まれておりますが、ただ一箇所城の南面が、お、ごまたべや、もう真田丸、そうです、そりゃそうか、真田丸か。よきに計らえ。ところで、その何これ、前田健一はあの王の、王のポジションですかこれ。グズグズしてる時間ない。あ、ふわおー、ちょっと待って、グズグズしてる時間ないけど、いきなりミニゲーム始めんなよ。せめて一言言ってくれよ、ビビるから。これ、ここと、これを優先しよう。よいしょ。間に合う、間に合う、間に合う。大丈夫、大丈夫。よし。ふぅ。満足言って丸が出来上がった。なるほど。徳川軍、伊達軍、上杉軍の続々と大阪城外に。何、伊達と上杉、家康軍団が。まことか、まことかっつか、うん、徳川家の徳川家康軍団がこの大阪城を取り囲んでおる。確かにこの時の秀頼3歳ぐらいだよね。あのね、もう長浜幼稚園どころではない、大阪保育園とかしてる。宇治のり、宇治のり、宇治のり、雪村、又部、勝永。おー、雪村武将なんだ。あの、又部、毛利、勝永、雪村が武将扱いってわかるんだけど、北条、宇治のり現る。家康軍団追い返すんじゃ。獅子奮陣防衛ですよ。いやでもこれね、あのかつて豊臣家に滅、あの秀吉に滅ぼされた北条家の唯一の生き残りが大阪に入るっていう、これ熱い展開ですよ。ちょっと待って、ね、見たいな。いや、とりあえず軍備終了なんだけど、戦闘一覧、一覧じゃなくて、わお、これ現在の交戦中の情報ってどうやって見るんだ、これ。これ武将札を見るには、あ、軍団か、こっちか。いつもあの野戦だとこっちにあるんだけど、籠城戦だとこっちなんだ。いやー、秀頼宴会、宴会挑発バリ増言、ひどいなあ。8歳、8歳、8歳、あ、意外、意外、ごめんごめん、あれ、あれ、あれ、年数進んだ。僕今99年じゃなかったっけ。いや、もう6600年になってたっけ。宇治のり、獅子奮陣、
獅子粉塵宇治のり雪村、まあ雪村、雪村な、記念写真撮っとこう。又部弓さん、あ、1600年になってるから数えで8になるか。なるほどね。大阪城入場。おお、サミ、あのサミダレあるならいいですね。サミダレ熱湯で毛利勝長、モブッペモブッペ弱えーなー、土着性弱いね、弱っ弱っひどい。最近ではね、あのもうむちゃくちゃ強くなってるんですけど、勝永なんかあのすっかり超運みたいなイメージになってますよね。見た目と能力が。家康、小畑勘兵衛、柳生、船越、大久保、これ また例によって本庄から来たやつか。忠助、影勝、直江、毘沙門天と車かかりを使えるね、直江とね、軍学4の薄井海勝ね、毘沙門天、車かかり、なんだろう、上杉海勝と直江兼次、軍学高いの太閤理事殿の頃やっぱり上杉謙信の後継者みたいなイメージが強かったのかな。甘春も強い。へえ、大使のパラメータに更新するイベコンがある。なるほどね、なるほどな。でもこれ、あ、3部隊来てるのね、三軍勢。さて、じゃあ早速、風林火山は無理だから僕もネットでもぶっかけようと。いやいや、そんなことない。家康に鉛でも頂戴してやりましょう。奮闘からだけど、おお、三日節、いた。よっしゃ、鶴瓶一を暮らしちゃいましょう。こいつなんだ、大筒、そこに行っちゃった。まあいいや、大筒な、あれか、あの大阪城だからか、大阪城だからちゃんと大筒持ってきてんのね。おお、毘沙門天、普段撃たれたら淀の泣いちゃうよ。ドブーン、あれあれ、嘘、な、ちょっと待って、なんでそこ撃ってんの、僕ここ、ガンガン撃たれとるわ。どうしよう、僕今あ、まあいいや、ゲージ、どうせゲージがねえから射撃しよう。パス、まあいざったんたら、あのなんだっけ、サンダマルを、違う、六毛線。ところでサンダマルが囲まれてるって言うんだったら、あのなんだっけ、雪村と陪審だけのなんかサンダマル戦やりたかったな。今日までの戦況は一進一退、うん、サンダ雪村の軍勢が相変わらず集結したまま、ドーン、
火薬庫は爆発した。一番の遺体だこそ。バンババーン。グワグワ。撃って出ちゃった。グフ。こらたまらん。こらたまらん。そういえば結局光栄の大阪の陣だ、大阪の陣関連だと今のところやっぱ戦国立志伝が一番熱かったな。また戦国立志伝そんちやりてえな。大阪の陣を関東方に兵が何万いるか知らぬが、ただの一人も男子がいらぬ、おらぬ。わっは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 。なんたらくつよく。影勝影勝つ。この調子で守っていけば。影勝が哀れなキャラになってんな。ヒューズガーン。本丸の方、本丸に直弾、着弾。ヒゲル様に怪我はありませんが、事情など数名が死傷。まさかヒゲル様は気丈に弱そうが、おふくろ様は根を上げるかもしれぬ。そうですね、8歳児よりもママの方が。最新型王術国崩し。弾丸は天守閣にまで届き、空気を切り裂くような平いように夜も眠れなくなる。そしてその威力を誰よりも恐れた淀の方、鶴の一言言うより豊臣方終始強気だった態度を一変。徳川との講和を画策。講和に際して結ばれた条件は、総構の外堀を埋める、矢倉を取り壊す、二の丸三の丸の取り壊しを豊臣方が行う。三田丸も壊されちゃった。プップップルプー。いやーでもさー、まあ大筒がいつ着弾するかわからないってめちゃくちゃ怖いと思うよ。マジ怖いと思うよ。子供の時雷っ子が多分怖かったと思うんですよ。絶対落ちないと絶対落ちないと思ってても、そんな感じ、そんな感じ。めちゃくちゃ怖いと思うよ、実際の大筒なんか。あれ、自分はじゃあちょっとここで一回セーブしよう。まあでも無人ならその怖さを耐えるんであって、まあ耐えられないのはまあ世のままってことですね。これ出奔するとイベント潰れるよな。あ、そうだ、宇治のり。茶壺をくれ。あれ軍学書だよ。しまった、軍学書だ。ごめん、軍学書。金庫、出金、金庫空っぽ。にゃろ。じゃあちょっと余裕があるから今のうちに京都に行って、お薬も欲しいんですよ。お薬も欲しい。はいはい。まず種線作りましょう。種線を。商人護衛山賊大使。僕ね、多分弁舌的に、いやなんとかなるかな。交易品購入、まあ買うか。あ、そっか、重油紙、このタイミングで重油紙だ。思い出した。怖っ。
江戸への輸送があるんだったら一石二鳥ではあるか。でまあちょっとここで重視重視。実はね、根津甚八にまだ合ってないデータですね、これ。贈り物を、鎧をくらえ。うん、あれ ?1 か。1か。月が変わるから、また来月あげよう。また来月あげるとよくて。それは、ああ、ちょっと持ってましたね、こんなの。油もいっちゃって。よし。ほっ。はっ。ほっ。毎回ここになる。どう鉄砲、あれ鉄砲の手入れはもう終わってるから大丈夫だ大丈夫だ大丈夫大丈夫。ほっはっよっ。危ないな。よしよし。で確か誰、あと一人二人、あと一人二人、そうそうそう、小助、あのすごいいやらしい顔したか、いやらしい顔した小助、あいつのとこに行かないといけないんですよね。ほっほっほっ。オッケー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 。ほっほっはっはっぱ。そうそう、甲府甲府。なので甲府にお茶を持っていこう。甲府にお茶を持っていき、今ね4人じゃないか。小助、あれ小助なんだっけ、コスケ、コスケなんだっけ、コスケなんだっけ、なんかあの出雲の国がどうのこうの言ってたような気がする。ほっはっよ、あれ、よしよし、金だけたまった。うん、ちょっと湿気、うーん、そうし、そう、芝居小屋がどうのこうのって言ってたんだよね。で、奥にあっても特に何も起きなくて。あ、おお、来た来た、これだ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 、よかったよかった、これだこれだ。あー、兄ちゃんに会う、いいですね。兄ちゃん会おうと思えば会えるんちゃうかな。あ、そうだ、これ大阪のあのなんだっけ、関ヶ原の後の国税って見てなかったですね、そういえば。まあ基本的に史実通りなんですけど、真田、京極、金森、ん？小早川秀明、備中あたりに入ってる。もう加藤、黒田、毛利、福島、吉川家、八須賀に山内。うん、加藤福島ね、全然健在ですね。よし、ちょっと行商人に会って、行商人消えた。もうじゃあちょっと駿府に、じゃあ京都に向かいながら、駿府でお茶買って、途中で売って、ほっはっよっ。なんてか米だな、まあいいや。あー、奥に確かね、あれ
そうか、そうか、そうか、そうか。前確か見たとき、今日じゃなかったんだよね。ああ、でも今、今日か。OK、OK、OK。京都、京都。で、岡崎あたりで何か、岡崎あたりで、だいぶ金復活しましたね。ほい、ほい、ほい。陶磁器買って、ほっよっほっよし、そうそう、ついでに丸回る大港によって。ここでここで海賊離れて逃亡。よしよし、いずれ死を決する日もあろう。ちょっと先にやっとくね。根津、海の根津、武器をプレゼント 1.5 にしましょう。ウィアーからの抜け付けフィニッシュ。になった。2では足りない、2では足りない。ちょっと一回座に売ってくるが先に。今度はこれ、陶磁器を売る。ほっはっよ、あれなんかね、3つ目が僕ね、ちょっと頭おかしくなってんな。で、ここで銅を買って京都に行くつもりなんだけど、よっほっほっ、まあ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 、足りないのかな。足りないのかな。あれ、よっと、抜けずき、イエーイ、やり上手。あ、はいはい、そんなに疲れるのが好きか、そんなに疲れるのが好きか、この野郎。ういからの抜け突き、何度も突き倒す。で、入ってみよう。やっぱり足りてないのかな。もう何度も突き倒す。イベントが進むまで何度も突き倒す。あ、ちょっとあの街の出入りとかもやってみようか。街の出入りとかで変わるかも。突き上がったりとかね。ちょっとあ、で、いって、よしよし、じゃあこれであって何もなければ、あ、体の具合が悪い。じゃあちょっとあの条件変えましょう。 翌月に来たり、一回街を出たりとか。あ、やべ、薬がない、荷物持ってるちょっと
すいません、ちょっと何日か、10日ぐらい。薬ねえんだよな。で、京都にも行かなきゃいけないし、見てみる。うん、何か人情もの。ホタルアルラン、コガルルルルルル、いつも夜な夜な、いつも見れどもゴホゴホ怒られてる。険悪な雰囲気になってきた。なに、コスケいやらしい顔しといて実は歌いて、なんとあれはコスケ殿、変な姿やらせた。いやらしい顔の男が歌い始めた。あら、顔に似合わず顔に似合わず、顔に似合わずですね。その他にそのような才能があるとは。風邪ひいてしまった、ゴホゴホ。奥院堂と同じ舞台に立ちたかったのでござる。ならばその才能その才能何、これ歌い手の才能、歌い手の才能を重要視として生かしていくスタイル。あれどういうこと。まあ似てないよな似てないよな。あー、顔形などよりその人の雰囲気。なるほどな、雰囲気イケメンになる。確かにイケメンは7割雰囲気で決まるって言うから、アナエモコスケも雰囲気イケメンになると。なるほどな。なるほど、なるほど。天道以降とかだとちゃんとあの雪村の格好してるみたいな感じになってんだのにね。いや10個ぐらい買っとくか、ちょっとお金があれなんだけど。いやまあまあ買っとこ、12個。よし、あ、物売ろう、売ろう売ってどう売る。ほっはっよっ、うわまあいいや。よし、これでこれで当面大丈夫でしょう。お金はもうちょっと買おう。で、本を買う。茶屋。そうそうだよ、茶屋だよ。あの、統率だよ、思い出した。茶屋で、ちょっとアイテムを追加で買って、本も買って、これでそろそろ、これを買えば多分さらに上出ますね。出た、いろいろ。これはさすがに交渉しよう。ほいはっよよし、うん、軍技物買った買った、大丈夫。これで OK。価値的に大丈夫だっけ、過労相手に。価値4なら大丈夫か。いろいろ除菌。あれ、あ、そっか、武力か。ごめんごめん、武力。あれ、統率、ごめん、なんか突然勘違いしてた。統率上げるものは軍学賞、孫子とかって、まあいっか、まあいっか、他にないし。そうそうそう、兵法書だよね。宇治のり、
軍記物、これが好きなんだろうわこの野郎。まあまあまあ、どっちにしてももう8日なんで一回寝ましょう。大港とかキオスね。あ、音と残ってる。あとレアキャラヨド殿。残ってる残ってる。即刻工事を中止するよう申しましたが、海安の直接言うしかない。使者を立てる前にもどんどん堀は埋まっちゃう。これは家康の策略、力ずくで掘り返すのじゃ。内堀まで埋めるのは家康の策略でございましょう。ここで掘り返してしまえば再び戦を起こす理由。そんなこと言いたかったらお前もう向こうやる気満々じゃん。掘りを埋めてるのは徳川軍の中でも下っ端。なるほど、賢い。おお、それが悠長。むむむ、今今しきゃイエス。単純にヨド殿ってこのゲーム女性武将がそもそも存在しないし、秀吉がヨド殿を嫁に持ってるタイミングもないから、このイベントにしか出てこないんだよね。以前のような堅牢さが失われた。表情まで6時。特に仕事はない。特に仕事はない。じゃあ5月1日まずまた贈り物、本をあげて、あれ？ああ、夢幻のショーなら、おお。物欲少、うん。物欲の少なさか、おお。こいつなんやねん。なんでおめえ目の前フラ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 しやがって。どうやろ。1.5。でもちょっと待って、優先順位としては先に一旦あれ、あっちを大港に戻ろう、うん、あー、ついでにあれや、うん、攻撃やればよかったな。まあいっか。何番もの、あー、わかった。ちょっとグッと上げてみるか。トゥトゥルー、南蛮寺じゃねえや、うん、あれ、あー堺だ、南蛮、うん、いらっしゃい。よし、オルゴールをくれてやりましょう。あ、金が、そうそう、金があんまりないんだ。金があんまりないんだ。た、金があまりないぞ。この貴重なオルゴールを叩きつけてやる。3。もう単純にやっぱこう言うことが足りなかったみたいですね。それがしの味方にしたい。それがしは山の育ち上、海を白く知っている陣八殿が一つ心残り。それがしの知り合いが山賊をやっておる。
ほうほう。根は悪い人物じゃない。ずるずる悪の道に染まるのは。腕は立つ男ゆえ、ゆりかまのすけ。いやー、山のかまのすけと海の陣八。あ、はい。おらおら、やい。おとなしく。よっ。おお、弓か。弓を見落としてたわ。にゃん。ちょっと今な見苦しいところをいきなり見せてしまった。グエー。そういえば僕これ雪村編終わったら次何やろうかなと思ってるんですけど、なんかそこそこ長くて、そこそこイベントの長いやつって、あと誰だろう、見てやってた、やって楽しそうなやつ。いけー。ちょっと回復しよう。ギズギズ。家康と伊達、光秀、武蔵。伊達か。あ、伊達はバグ、伊達不具合が起きてる。すいません、僕ちょっと多分家康はやんないな。うん。うん。これもこの先だ。誰だてめえら、親分出てくる。銀髪殿。そっか、勝頼な。真田殿が連れ戻そうと。お断りじゃ。あ、今日帰っちゃう。あ、ちなみに今イベントないやつの、イベントあるやつの話だからね。イベントないやつをやるのはね、またその時かなと思ってる。今はちょっととりあえずね、メインどころのイベント見たいなと思って。鴨之助は山から姿を消した。ちょっと待てよ。もう一回行ってみよう。どこかに行ってるわけですね。どこかに行った。一話完結できそうなら。ここには入ってない。すいません。ぶっちゃけどっかにいるんですね、これ。山を降りて。ちょっとこの近辺の町に行ってみるか。この近辺の町いないな。了解です。コメント見てるんで了解です。ちょっと参考にします。お、万兵庫。あ、陣八何度も訪ねなきゃいけないんだ。そっか。ああ、もう3回目で起きた。失礼いたす。罰が悪くてちょっと身を潜めておった。山賊仲間でも有名。わざわざあのような普通の人が近づかぬようなところにまで来ていただき嬉しかった。ツンデレか。
お会いできて嬉しかったと同時に山賊に身をやつすところを見られて恥ずかしかった。噂通りの人物が試させていただきたい。そしてやはり釜之助だから。釜、いい声いい声で泣くな。トゥエーとか言いますよ。いい声で泣き上がる。不祥ならお味方つかまつる。おー、これで1,2,3,4,5,6,7,8 人。ゆり、釜之助、統率38、弓さん、武芸さん、まあサミダレはあるけど、サミダレはあるけど、根津、あれ、そう、あ、そういえばそうだね、運のが入ってないね。そういえばそもそもあれ、僕運のってこれあれか、このデータだともしかして回収してないデータ、これもしかして。ちょっと行ってくる。ほら、なんだっけ、関原前うんぬんでデータロードしたりひっくり返したりしてたんで。あーはい、というわけで仲間になってもらいます。で、最後の一人、最後の一人はヒントないんであれなんですけど、ぶっちゃけ奈良でいいのかな。ノーヒント、ノーヒントならイケメンやな。針まで山賊してた時に、いや、サスケと忍術勝負で、忍術勝負で敗れた。それなら針間にいりゃいいのに、何やってんねん。統率39、ややお初にお目にかかるはずだが、忍びの心と情報をもっとすれば、それほどの力があるのはどっかに仕官してそれを生かそうという気はないでござるか。今はそのような気はござらぬ。あ、そうっすか、また入ろう。あー、ほ、何かあげ、また武器でもあげればいいか。お前好きなんだろこれ、言うて、どうせ鎧がこうちょろいなちょろいな。最後に通報される時までに重石集めてると仲間になってくれる。つまりこの場合は仲間にならないんだ。そうなんだ。あと親密度マックス了解。じゃあちょっと待ってね、5月26日、表情まで35日、表情まで35日。じゃあ手合わせするか。いや、翌月に鎧あげよう。翌月に鎧あげるから、ちょっとすいません、またちょっとだけ、数日間だけ。あー、サスケにヒントをもらえる。なるほど、僕が今回ノーヒントあったのは重油脂を集めてなかったから。よし、ちょっと、おお、ちょっと銅と交換してるうちに月は変わるでしょう。ほっ、はっ、よっ。
よほほ、いやー、なんちゅうかね、大阪前になんかその重要視のに連なる何か取っかかりのイベントがあったら結構やったと思うんだけど、なんかね、そういう取っかかりのイベントがない場合、なんかこうあんまりやる気にならないんですよね。なんかなんちゅうか、その答えを知って最前提を選んじゃってるみたいな感じになっちゃうから。よいしょ、ほ、よしよし、まあちょっとこれで小銭たまった。で、お、いい。うん、せめてね、関ヶ原の前にね、何らかしらあればね、と思うんですけどね。なら。霧隠れ再造。うん。贈り物。じゃあ再び具足を、一旦3になった。お、決めた、さすってみよう。本日降りってお話が、おっと個人戦かと思いきや、上に入れたい、上に入った。すぐ降りてきた。よし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 、いいよ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 、いいんじゃないこれ。ちょ、よしよしよし、完璧と書いてパーフェクト。あー、でもまあ普通、おい、サーラともに、サーラ獣士が集結した。そんな、こう盛り上げるんだったら、やっぱりね、最初に特化イベントやっぱなんか用意しとくべきだと思うんですよね、これ。鉄砲の名人、怪力の持ち主、猿のごとく身軽なもの。様々な異能を持つ彼らの活躍は、後の世まで語り継がれる。あ、前作ならあった。ここはやっぱりね、入り口イベント欲しかったな。まあ、日本人ならみんな三大獣士知ってるだろうし、勝手に集めるだろうという判断なのか。そしても三大獣士ね、全員統率低いですね。天道とかだと、穴山と雲野の二人ぐらいだとね、統率高くて強かったんですけど。で、牛乗り。また、本をあげて。いや、すいません。僕の部下なんですけど、ちょっと年齢把握してません。正解が兄ちゃんだよね。こっちが兄ちゃんだっけ？こっちが兄ちゃんだ。こっちが兄ちゃんでいいんだよね。うわ、しゃ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 。あ、しゃしゃしゃ。あし。あし。うぃー。はい、け。あれ？あ、うっそ。算数同じだよ。これすいません、これ感覚じゃなくてちゃんと足せばよかった。4711681、8101710113。
7、9、12、5、10、4、7、10、5、7、10、4、5、こっちは自分きたー、一発だったわ。簡単だな、一発だわ。北条氏の覇気から生み出す特別な技。いやー、うっかり獅子奮迅を覚えてしまったな。寝よ。ま、あの、出番があるかどうかは別問題として出番があるかどうかどうか別として、まあとりあえず覚えておきたかった。まあ、これは江戸城もね、門もね、あセーブすればよかったな。そろそろわらわにも見せてたもれ。何ですかこれは。我らが内堀を掘り越したのは和議の条件に反している。なんたる奇弁。和議を継続するためには次の2つの条件のどちらかを、新規召し抱えの浪人を全て追放する。いやでもさ、これ結局追放してもさ、浪人就職先 ないんだからさ、結局どっかに集まって大きな戦争起こすか、治安下がるよね。2つ大阪城徳川家に引き渡す。こんなものが承服できるわけがない。秀頼様の心次第。それくらいならわしは死を選ぶ。あ、獅子奮迅覚えた直後に同時同棲。うん、どっかの要求は無視、取り急ぎ戦の準備。早い。徳川家康が直々に一軍を率いてる。伊達藤堂、今やこの城を頼みにすることは叶いません。ここは打って出るべきかと。前田源義、すごい。豊臣の軍師前田源義。拙者も同意見。野戦ならば家康を討ち取る機会もございましょう。城を出て迎え撃つものとする。城辺も残っている者は皆最後まで戦おうという者ばかり。城内の息はますます盛ん。秀頼さんは自らご出馬くださいませ。お味方の勇気は100倍。そりゃそうやな。ねえ、もう秀頼出馬ですよ。よし、わしが直々に出陣する。勝ったな、大勝利ですよ。はい、なりませんぞ母上。そなたに万が一のことがあっては元も子もなくなってしまいます。出陣はなりません。母上が何と申されると秀頼が出てまいりますぞ。いや、八歳やる気で、やる気勢ですね。母の横のすことが聞けんぞ。そなたを死なせてしまっては亡き太后様に。お、それがしを先方に。敵は大軍を二段三段と構えている。その先陣を突き崩せば退却する兵どもが二段三段目になだれ込む。そうなると大軍があだとなる。そこに徳川軍に参陣している大名が寝返ったという流言を流せば、敵は大混乱。その時こそね。あい、分かった。なるほど、つまり先方に勝てと。まずは伊達政宗。お、総大将じゃないっすか。おー、伊達軍。ちょっとまずまず雪村は当然風林火山だとして、まず雲野が統率74で頼りになる。運動軍鉄砲隊だけど鉄砲機能ねえのかよ。なんやこいつ。三好政界は騎馬隊、統率65、武力82、まあまあ戦える。騎馬機能ないのかよないんかい。鉄砲機能なし、騎馬機能なし。
小助も統率は高いですね。小助は、足軽隊弓技能なし。なんじゃこれ。なんじゃこれ。小助も、小助も弓技能なし。三好伊佐が足軽隊。なんじゃこれ、全員技能ないじゃん。全員技能なし。これ統率順に選ばれたんですかね、多分。統率順の上から4人ですね、これ。いやー、でもこれまでに鍛えるタイミングなかったから、重優秀を。いやー、なるほど。なるほど、なるほどな。政宗強っ。強いし、イケメン。おお、赤空の一つ犠牲攻撃。おお、三段打ち。あと、あれですね、前も1回目の最初の秀吉配信、最初の配信の時に確認しましたけど、政宗は今回別に固有技能覚えてないんですよねっていう。残念やな。政宗とかね、なんか獅子粉塵みたいな感じのね、独眼竜みたいな技覚えてそうなもんですけどね。これ確か小十郎手術だとお休みなんじゃなかったっけ。で、息子の小十郎が来てるんですよね。八代景頼、いい顔になってんな。伊達重真。重真、あら、重真もそんなでもないですね。まあでもうちの重優秀より全然全然いいよ。後藤信康。後藤信康がまあまあ強い。まあまあかな。留守政影。そうですね、三田の娘を伊達にっていうか小十郎にって話ですよね。まあ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 、まあ、まずは何にせよちょっとこっち側で迎え撃とうか。ちょっとまだ風林火山は早いな。これ重油脂選べたらよかったのにね。あ、これむしろ孤立してる。むしろ孤立してる説。待機すれば渡れるようになるかな。ちょっと渡るか渡らないか次のターンに判断しよう。騎馬鉄砲接近中。重真渡れない。あー、クーリン火山で渡れるかも。なるほど、クーリン火山。おお、あれ、いや、渡れない。運の六郎が当たりません。真田の軍師が開けません。もうこれやるしかないな。これやるしかないです。ちょっとこの状況で孤立しちゃってるんで、もうやるしかない、やるしかない状況。いや、手前の舞台動かしても結局ここが川なんで、ここも川なんで、ここ行けなければここも行けないでしょう。ん、あ、うん、ちょっと確認、一応確認しとくよ。ダメですよね。いや、待機でいけるけど孤立するっていう話ですね。川で戦う、こういくらことになるか。こっちで撃っちゃうか。ここに渡ればよかったなだよね。影武者やっと渡り始める。こんな
こんな。ああ、いや、しかしさすが雪村強いな。あとこっちだと牙の使い道がないんだよね、そういえば。後々一気に渡るか。お、いいよ。不倫火山残り4ターンということは、他の技能は使えないか。よいしょ。ねえ、さみだれどころかね、さみだれどころか、ヒアとかそういうのもない。あと、重油師連携しろよ。お前ら仲悪いんか、実は。これ、あえて雪村が壁になった方がいいレベルか。あ、やっとやだ。重油師連携足りず。で、影武者を使われてしまった。お、さすがに雪村には連携する。正宗をね、正宗が前に来るなら狙いたいところ。あ、いた、った。ちょっと厳しいか。まあまあまあ、やっぱりこっちの陣地にこもっとくか。騎馬隊、なんか騎馬隊の意味がないけど。まあ実際ね、この、獣医師の連中、統率低いですね。あ、振り方切れてたか。あ、どっちともゲージがあれか。よしよし。よし。さあ、再び、振り方。いやー、不倫火山プレイヤーチート、まあ明らかなプレイヤーチートの技ではありますよね。さあ、向こうにちょっと攻撃をかけに行こう。いたった、った、三段打ち、生意気三段打ち。サムネを狙い出すか。あー、道になっちゃうな。しかし行っちゃう。おりゃおりゃ通う。なるほど、そうきたか。あー、ダメだ、一回下がろう。あれですね、毘沙門天もまあまあいいなとは思ったんですよ。敷地が、あれというか敷地すげえあんな、これ200あるんだ。敷200、敷200、敷139。三田軍の敷がすごい高い。下がらない。あー、じゃあ落ちるかな、これで。
三段打ち。さあめった打ちや。アナマフィニッシュ。コスケ、何笑とんねん。さあとりあえず先方倒した、我が方優勢、敵が退却する。第一陣突破。今のホラガイは秀吉様が来たぞ。これ敵陣動揺が広がっとる。おーおーおお、これが決戦か。秀忠お、いつもの家康この絵か、小畑勘兵衛と秀頼、木村重成、北条出た、また来た。士気50、秀忠軍士気50、家康も士気50しかない。長塚部、森近、又兵衛、いやー、そして北条氏則来ましたね。あちあちのシチュエーションじゃないですか。秀吉って言うて罵詈雑言しかできないんですけど、秀頼、で氏則、で長塚部、森近、うわー、凡庸な見た目しとるなー。凡庸な見た目と凡庸な能力、ひどいひどい能力してんな森近。森近、あの戦国理史伝のあの年を取った森近の顔むちゃくちゃ好きなんですけど、あの寺子屋の話も良かったですよね。で後藤又兵衛、又兵衛も統率クッソ低いんですけど、木村重成も微妙な感じですね。微妙、まあ確かに弁然ですね。これだもんね、和議調印の席上、家康の血判が薄いとして押し直させた、そこら辺ですね。血気盛んな性格で、家康軍はいつものメンバー、柳生、ほんといつものメンバーだな。秀忠、ね、やっぱりね、この話見てると戦国理史伝のね、三大イベント、僕あれ前見たの3年ぐらい前だったからまた見たくなったな。これ援軍だから勝手に動くんで、もう行った方がいいレベルだろうな、どうせ。山に布陣する。風林火山。戦国理史伝のね、ねっとりぶりがすごいですからね、あれイベントの。あ、確かに、柳生は確かにあの秀忠についててほしかった。突っ込んでくる。果敢やん。いやいや、撃てよ。秀吉様逃げ出した。よっしゃ、バキンバキン打ちましょう。バキュンバキュン。端にいるところをめった打ち。正解は
あっち行ってよ。騎馬突撃。おばた勘弁、早ごう。なんだ、運ぶだけか。うち連携すらいないからな。囲んでもね、連携も何もできないですね。連携すらないんですよ、うち。雪村のぞくと。なので、まあ、うん、ドキュンドキュン。いや、ちょっと待って、一応確認しとくと、あの、運のぐらいならあったっけ、これ。あ、ないわ。ひどいな、これ。ほんとね、これね、だって運の六郎とか、サードの軍師とか言っといて、雪村の片腕として参謀役を務める。どの口が。というね。この足柄が得意な、正解と伊佐も、連携すらないし。いや、ほんとひどいな、これ。まあまあまあ、パワープレイ、パワープレイ。お、ぴょったぴょった。そしたらほんと重視弱いな。まあ対抗力視点の対抗力視点はね、全体的にほんと能力控えめだと思うんですけど、あの逆に対抗力視点で、あのこいつ過大評価やろみたいな強さの人間って誰かいたっけなっていう話ですよね。おお、追い払った。うん、ああ、そうね。ごめん、その通り、カゲカツだ。カゲカツと名前だ。カゲカツと名前のね、軍学4ね。ドイスナイパー、そうですね。結果的に、いやー、まあ、うん。ドイツナイパー新キャラだからあれなんだけど、まあ結果的に強武将ですよね。ああ、六角の弓か。あ、でも六角はほら、あのなんかほら弓の一発でだから、あれはまあ許してあげて、あれは許してあげよう。おお、800で2000に突っ込んで2000をピュらせる。引き下がると面白いですね。原派の獅子軍人。いやー、あの弓関連の人間はね、まああのいつもめちゃくちゃお世話になってるからなっていうね。なんか優しくしちゃう。牛一と六角と、もう皆さんも牛一か六角には必ずお世話になったでしょ、あれは。おお、ピュールピュール。敵方総崩れですね。おお、ピュルピュル。いやー、でもあの剣心の車係に関してはなんかそのなんかこうもっとすごい単体強技能であってほしかったな。なんか割と空気じゃん、あれ。反撃を受けない言うてもなっていう。それこそ近接系最強技能とかであってほしかったな。まあ被弾食らわない時点で近接系最強かもしんないけど、
まあ、あれ元々ね、あの不具合がなくなった時の強さを見てみたいなと思う。どうせほら武田信玄がだって風林火山で神がかってるわけじゃん。風林火山更新は次のターン。まあその信玄にね、戦場で勝てるぐらいのね強さをね。毎回話題にしちゃうけど、いやー、アップデあると、僕はアップデの大きなやつあると信じてるんですけどね。僕は信じてるよ、まだ。さあ、風林火山。よった。まあさすがにエンディングの修正は絶対にあると思うんで、それさすがにそのレベルでなかったら企業としてやべえんで。だからまあ今はのなんかスケジュール発表待ちと思いたい。ただまあなんだろう、対抗力士伝がまだホットなうちに早くスケジュールなりなんなり発表してほしいなっていうのは強く思うよ。ああ落ちた落ちた。よし、正解。これまた無念じゃ雑種ですかね、いつものか。そして秀忠はまた例によって、あれか、お味方の勝利。太閤殿下が、ほう、おう、あれに家康の馬印が。こりゃもっと早く走らぬか。ヒュンヒュンヒュン、グワーグワーグワー。小畑勘兵衛、何これくらい。お、死なない。あー、死なない。あ、死なない。このイベントだと死なないんだ。あ、死んだ。穴山小助のいい笑顔で報告されました。亡くなりましてございます。それは誠だろうな。おー、堺の南州寺という寺まで逃げ延び、そこで矢傷が悪化して亡くなった。後継ぎは。あー、秀忠と落ち武者狩りに合わなかった。よかったねー、セーフセーフ。かくして天下人まであと一歩というところで、その夢を断ち切られたと。ガイアス、最後はあっけなく。いやー、これでイベント噛んでいいのかな。もうちょっとほらみんな喜べよ。もうちょっとみんな喜ばない。これで終わりかな？終わりかな？あ、もうちょっとある。もうちょっとある。分かった。了解。ちょっとじゃあ、ざっくり。休養、翌月まで。ちょっと途中でやめる。表情までいけばかな？あー、勢力図見たいですね。まずは。そうですね。
勢力図は加藤、加藤、黒田、毛利、福島、小早川秀明、池田、領地自体は何も変わってないんですね。これからかな、変わるの。真田、今のところ領地自体は何も変わってない感じ。庭、結城、ああ南州じゃ雪村が自陣した寺、なるほどね、そういうつながり。じゃあちょっと表情まで待ちますよ。ちょっと表情まで待って、ごめん、今なんつった、ああなるほど、え、九州に豊臣領があった、あー本当だ、これ元誰のうちだろう、ここ。ちょっとピンとこないな、うーん、なんでしょうね、うん。ちなみに勢力、豊臣、外交を、おー支配してますね。あ、徳川の直轄地だった、なるほど。西国をずらり支配してますね。小早川、ダブル小早川、もう支配してないのは前田、上杉、織田、佐竹、真田、もう単純に東国か。うん確かに小早川とかね、関原で寝返っときながらね、雪村、その方先の戦まことあっぱれ。ほぼ甲府に、あれ、じゃあ兄ちゃんどうすんのよ。兄ちゃんは大名になれ、思いもよらぬ。あ、なるほどね、あーなるほど、受けましょう。これが最後のイベント、ちなみに長宗我部さんにも土佐返してあげてよ。あ、これ甲府に来たのか。おお。甲府一条。甲府一条か。ちょっと待って、秀忠の本拠地どこ、江戸か、あ、それはそうか、江戸か。そうか、これもしかして次回1回で、あ、岩戸も持ってるのか、次回1回でけじめつけられる、江戸だったら。あ、下山、うん変な旗印だな。おー、せっかく獅子奮迅覚えたし、江戸だったらねいけるんちゃうかな。あれ、大名だと切腹、大名だと、いや、いけるっしょ、大名でも切腹いけるよ。わかった、ちょっと、次回、ちょっとだけ、部下がひどいけど、ちょっと次回けじめつけに行くよ。ほんのちょっとだけ、もうちょっとだけ続くんじゃぞ、もうちょっとだけ。はい、じゃあちょっと次回は、今日はもう素晴らしく切りのいいところでここまでにするんですけど、
次回は真田十一とともにけじめをつけに行きましょう。まあちょっと部下の修行からですね。部下の修行から。はい。で、そう、奥さんとかね、ライデンとかも回収しよう。でもできればなるべくここら辺出力できたいな。あー、いや、ここだけで行こうかな。余計なことせずに。こいつらだけ、なるべくこいつらだけで行きたい。足軽組頭しかいねえけど。そんな感じ。それでは、皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。今日は無事、大阪の陣勝つところを見れたんで、大団円じゃないんですけど、まあ、いい感じのところで進みました。次回は、秀忠けじめ編で。それでは、続きまたしてありますんで、その時ぜひよろしくお願いします。で、今日は最後に、栄冠内にはしごして終わりますんで、はしごさやかとも引き続き、あははお兄ちゃんな。あー、お兄ちゃん滅ぼしてもいいかもね。お兄ちゃん回収してもいいかもね。サンダ合併してもいいかもね。旗印が向こうの方が正しいけど。まあ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 。じゃあ、それでは、一旦放送を閉じます。皆さんお疲れ様でした。